はい、こんばんは。こんばんは。今回はね、久しぶりのシダ動画を、配信してみたいと思います。で、今回はユーティリティをお打ち比べてみたいと思いますけど、今日はね、準レギュラーの山地くんがちょっと遠征に行っていていなくて、2人の準レギュラー小関くんと庄司さんの3人でね撮ろうと思ったんですけど、電撃参戦ゴルフパートナー仙台吉成店の、加藤チーフが急遽参戦することになりました。なんでなんだ、仙台バイパス沖野店のチーフ、一応チーフなんだ。一応チーフ、チーフ対決ってことでねということで、今回はユーティリティ、なんだっけ4種類タイトリストの、TS2 TS2 と、キャロウェイエピックフラッシュ、テーラーメイド M6 来たで、JGR、JGR ね、の4本です、ね、OK、でこの4本を、まあ、レベル別に打ち比べてみて、このレベルではこれがいいとか、こういう感じだとこのクラブが打ちやすいですよみたいなのを検証していきたいと思います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。では永遠のド素人庄司さんから頑張ります。ありがとう。おお、ナイスショット。あれ、意外と上がりますね。アイアン感覚？そうですね。さすがのタイトリスト。はい。185ヤード飛んでますね。なんかアイアンのようななんか打感と飛んでいく模様だったように感じますけど、どうでした？うん、アイアンチックな感じだったです。うん、じゃあ次、吉成店チーフ加藤さん。よろしくお願いします。あら、なんか結構いいね、うん、見てる感じは。僕まだ売ってないんですけどね、見てる感じいいわ。おお、大将見てる感じいい、うん、どうすか音と、うん、なんかちょっと重量感を感じるぐらいのシャフトで、はい、で そんなにこう走ってこないような感じなんですけど、でも振ってみると意外に球が上がるなっていう感じです。優しく優しいですか。優しく打てるよ。じゃあここでね、ライバル沖野店チーフ小関君です。ライバルです。ああ、さすがだね。さすが。あれ結構これやっぱ楽だね。これ楽ですよ。楽なんですね。やっぱ調整機能しっかりあるんで。調整機能って、ね、調整機能ガチャガチャとガチャガチャとガチャ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 。え、ユーティリティのガチャガチャって珍しいの？いや、そんなに多くないと思いますよ。あ、そうなんだ、うん、じゃあね、僕はね、ユーティリティ入れないですよ。だけど、アマチュアの皆さんの気分になってちょっと軽めに打ってみますね。うわっ、あれ、これ左行かない？左行かないです。ちょっとしっかりしてる。こんなしっかりしてていいのこれ？しっかりしてていいんですよ。結構これしっかりしてるよ。左行かないですね、うんうん、これシャフトのせい。ヘッドもちょっとある、うん、そうなの。このシャフト結構いいね。いいと思う。純正とか買えばついてくるの？買えばもう漏れなくついてくるんで、うん、左行った人今いました？いない。いないです。いないです。こういうクラブは僕基本左に行くんですけど、見えてるこれ。僕ね、左に行くんですけど、全然僕でも行かない。シャフト結構しっかりしてて、
打ちやすい僕はね、どう打ちやすいですよ、うん、やっぱり、まあ、ユーティリティとかで左行ったら、ね、アウトかなって思ってるんで。だってユーティリティ結構捕まりやすいんでしょ。捕まりやすいものはできるんですよ。やっぱりしっかり狙う操作性っていうところがやっぱタイトリストなのかなと、ね、これ左に行く癖がある人はこのタイトリストの TS2 の純正シャフトいいかもしれないですよ、うん、思います。ということで2本目これちょっと飛び期待できますよね。あ、これ飛ぶんだ。ああ、そうね、うん、打感はタイトリストの方が良さそうに感じるけど、こっちから見てると。まあそうですね、あのタイトリストはこうパチンっていう音がしました。そうですよね、うん、飛んでるような気がします、うん、ユーティリティのなんか音だね、これは。じゃあ加藤さん、あ、でも距離は変わってないですね、タイトリストと。あの計測器上は、うん、あ、こっち捕まってくるんだ、うん、さっきのタイトよりはね、捕まってくるわ。こっちの方がやっぱ捕まるようなイメージですね、うん、シャフトですか。おお、うん、こっちのがちょっと強いかな、球が初速は速くないですか。速そうだね。190ヤード飛んでます。っていうか、なんかアイアンの延長線上で打てるのはハイトですよね、うん、これはなんかいかにも 音からしてる、捕まえたければやっぱりこのクラブかなーなっていう感じかな、うん、皆さんの弾道を見てると。で次は、次はテーラーメイドの M6 で、今回の M6 からユーティリティにもツイストフェースっていうのがついたんで、うん、ツイストフェースはトゥー側とヒール側だとやっぱどっちか曲がるじゃないですか、うん、それが軽減される機能なんで、うん、曲がんない、曲がりづらいはずです。どんな感じですかこれ？なんとも。今のはちょっと見ます。なんとも。素人よくわかりません。知ってたのかな。でわかんないところはやっぱりここはね、あのパートナーの、そうそうそう、はい、チーフにチーフにお任せして、わかるでしょ、技術部門はチーフにお任せして、ツイストフェースを感じたいと思います。おお、今曲がってるはずが戻ってくるのはツイストフェース、あれツイスト、あれはツイストです。優しい、優しい、優しいですね。そういうのも優しく見えなかったよ。うん、そうですね、ツイストフェースがいまいち理解できてない。
また違う球筋に打ってくるね、君は。打感は一番好きですね。本当に僕はちょっと柔らかさ、だってエムロクのドライバーと同じ素材でしょ。きっとあ、そうです、ね、僕はなんかあの感じなんでしょ。あんな感じです。あれ好きか。あ、でも悪くないね。玉筋とかじゃなくて打った感じがなんか思ったより、確かに言う通りそんな思ったほどのパコパコ感はないです、うん。あ、飛んでるね。208ヤード、うん。つまりツイストフェースって。いや、結構微妙なところじゃないですか。うん、例えば、ミニってラフなのか、ミニのファーストカットで収まるのか。なるほど。これでかくないですか。そんな差なの。そのぐらいだったらそのぐらいですか。そんな強弁。でもね、そんな優しいわけじゃないけど、まっすぐ行く。うん。うん、はい、次。なんかこれだ。あ、これか。次。JG。ブリヂストンの JGR。これはね、アイアン打ったっけ？アイアン打ちましたね。アイアンも動画撮りましたし、ドライバーもね、撮りましたけど、これ良かったよね、このシリーズ。良かったっすね。おお、捕まる、捕まりますね。はい、レッポー捕まりますね。そうですね、捕まります。まあ、ただこうパチンっていう感じはタイトリストが一番かなと自分には思いました。そうですね、はい。まあ、楽に球を上げられるっていうロングアイアンの代わりになるようなになんだろうな。あ、でもいいじゃん。いいですね。なんかオートマチックに上がってくれるよ。そうですね。見やすいですね。JGR いいよ。おお、全然上がるね。上がる。これ一番上がるんじゃない？うん。言った途端にこれだ。これがあのミキの妹アキラちゃんの動画映ってるんですか。うん、それ見て勉強してたんです。勉強だね。すみません。何の勉強？え、スイングの勉強。あ、綺麗だからね。綺麗なんで。あれ、あの子ユーティリティ入れてたよね、それはね。M 六か M 六って言ってた、それは。入れてましたっけ？入れてる。あ、これはね、もう絶対捕まる。ほら、あー、捕まった。もう、これグースあんもんね。もうグース嫌いだから。これは捕まる。これは、でも打感いい。打感いい。うん、うん。で、球も上がるし。これ、そうね、じゃあ、あ、飛んでるしかもない。209ヤード飛んでます。はい、ということで、4つのクラブをレベル別で打ち比べてみました。これは、挙手性？やっぱり。挙手性？挙手性がいいね。じゃあ、タイトリストの TS2 が一番良かった人。はい、あれ3人も、はい、左行かなかった。左行かなかった。左行かなかった。
それが一番。これはパチンという打った感じがすごく気持ちよかったです。僕も庄司さんと一緒で、できればアイアンと同じような感覚で打ちたいから、そういう面でこの打感がすごく良かったし、左行かない、やっぱりだから僕はこれが、もしロングアイアンを抜いて入れるなら僕はこれかなと思いました。じゃあ次、キャロウェイ。次、もう一人しかいないけどキャロウェイのエピックフラッシュが良かった人。それはなぜ。なんか打感硬いかな、うん、ただ単純にこう、なんですか、フェアウェイウッドとか延長線上で、うん、打ちたい人とかは本当いいと思いますね。あと飛ぶからね、これ、うん、あんまりユーティリティって飛距離求めるもんじゃないと思ってるからみんな上げないと思うけど、でも飛距離求めたいんであればこれはありですね、キャロウェイ。ただ僕らの中では一番ではなかったということです。で次、テーラーメイド、はい、おーおー早め早め。加藤さん、加藤さん理由はちょっとあのタイトも良かったんですけど、うん、ちょっと自分振った時にちょっと重量感感じたっていうのと、やっぱ右に左に行かないっていうのはすごい利点だと思うんですけど、うん、ちょっと右に抜けてしまうっていうのもあれかなと思ったので、総合的にすごく振りやすくて、うん、でちょっとミスヒットにも強いかなと感じたので、うん、これにしました。僕も 2番目は M6 なんですよね。僕もです。ですよね。ですよね。もう加藤さんのやつこの前まあいいや、あのね、まあタイトリストに近い、でも多分タイトリストよりもこっちは飛ぶかな。ちょっとなんか優しい、こっちも優しい感じなんですね、うん、打感も良くて球も飛んで、少し捕まってっていうこと、まあ総合的には確かにこれが一番いいのかもしれないですね、うん、じゃあこれは誰もいないんだね。 JG は見に行く人いいんじゃないですかね、うん、もうドライバーも見に行く、フェアウェイウッドを見に行く、ユーティリティも見に行くって人は、うん、ベストだと思います。これ捕まらない人は良さそうです、うん、多分この 4本の中では一番捕まります。あのグースもしっかりあるから、確かにスライサー向けはこの JGR、 そして飛距離もしっかり飛ぶし球も上がるよね。これありますね。だからやっぱりユーティリティちょっと難しいところがあって、飛距離が出ればいいって問題でもないし、なんだ球が上がればいいって問題でもなくて、やっぱりその人が求めるところで選び方も変わってくるんですけど、どちらにしても、まあ、優しいクラブっていうのがユーティリティのくくりなんで、自分の球筋とかとうまくこう相談して、選んでいただきたいなと思います。どうしようねこれ、まあ、ということで、はい、今日はユーティリティ編ということで、僕はユーティリティ使ってないからほぼ初めて打ったようなもんなんですけど、やっぱ優しいね、ユーティリティは優しいですね、まあ、アマチュアの皆さんのね、本当に助けになってくれると思いますから、ぜひゴルフパートナーのどっちに行こうねこれ。どっち、まあ、動画で選んだ動画でそれするくらいですか結構ね、仙台の皆さんまあもうね、なんかこのチャンネル見たよって言ってゴルフパートナーに足を運んでくださってるようなので、バイパス、仙台バイパス沖野店に行くのか吉成店に行くのか、それはあなた次第ということで、またお会いしましょう。それではまた。